だ？お豆ちゃん？すごいこれ。え？パン屋さん？お豆ちゃんだ。すごい、ありがとうお豆ちゃん。あ、危ない危ない、倒れる。お豆ちゃん？ありがとう。春のパン祭りタワーだね春のパン祭りタワーだよ。ありがとうお豆ちゃん。ゴリサ結婚してよろしく。ありがとうお豆ちゃん、今日もありがとう、来てくれて配信に。初めまして決まったとは嬉しい。初めましてできるようにもう決まったんだ。ライバーやばい待って、ライバーしんどいね。ちょっとライバーたくさんじゃん。どない？お豆ちゃん、なになに？ライバーすごいね。ライバーっていうのか、配信者ってわかんないけど、なんだろうね。ねやばい、ねやばい、ライバーやばい、ライバーすごすぎる、ライバーすぎない？大丈夫？え？時間制限あるの？え、なんの？え、ライバーすぎない？ちょっと。ライバー祭り始まっちゃった。これどうなってんだ？チェックはここからか。やばい、ちょっとこれはやばいかもしれん。パンを描くのが下手かもしれないやばい、致命的に来た。パンを描くのが下手っていう事案。え？59分まで？え、なに、怖い、なんか怖いよ。やばいかも。来てるよ、来てるんだけど、なんかちょっとむずいね。パンってさ、初めて書くかも。私はメロンパンは得意。うん、こんな感じ。チャレンジのところからもらえますよ。え？このライバーっていうものが？ん？そうなんだ。ライバー。はい、お豆ちゃん、はじめまして、決まったわ。楽しみ。ありがとう。楽しもうね、一緒に。お豆ちゃん、会えるの楽しみにしてるね。やっと初めましてできる。なんかさ、結構ショールームでさ、こう来てくれるようになってからさ、なんかやっぱりショールームでめっちゃさ話すじゃん。だからね、初めましてっていう感じないけど、でも初めましてできるの楽しみにしてるね。ありがとう。でも最初だからさ、緊張かな。
そう。ん？そうなんだ。翔吾とも初めまして。そうなんだね。じゃあ一緒に楽しもうね。あの初めましての回。ありがとう。そっか、でもじゃあアンナのとは会ったことあるのかな。はじめましてのマキね、ありがとう。そうなんだね。こんばんは。あ、でもそうか、2回ぐらい。じゃあちょっとまだ緊張。でも多分あの話しやすいと思う、みんな。だからリサも話しやすい感じでいくね。緊張るっていうか、なんかさ、ライバーがじわってやばい。こんばんは、みずきち、ありがとう。今日もかわやかでちゃん、ありがとう。画面が癖色っていうか、すごくない？何このライバーは、気になっちゃった。試験終わった、お疲れ、お疲れ様。話しやすいが嬉しい、ありがとう。うん、めっちゃ大量だよ。70個ぐらいあったけど、え、そんなにあるの？そんなにあるの？ライバーランキング作るの。みかこちゃん、ありがとう。ななおみさん、こんばんは。この前お話しかありがとう。ありがとう、こちらこそ。ライバー大量発生。孝太郎、ありがとう。確かに久しぶり。うん、来週お日久しぶりできるの楽しみにしてるね。うん、ライバーありがとう、たくさん。ライバーの気持ち、やっほー。ライバーの気持ちです。黄砂やばかった。なんかさ、テレビでさ、めっちゃ黄砂のこと言ってない？やばくない？大丈夫そう？みんな、なんかすごいらしい。なんか視界が良くない。何、なんか煙ってるじゃないけど、なんていうのらしいですよ。めっちゃ車とかが一番わかりやすいよね。なんかでも全国的に結構やばいらしいよね。今日はオレンジ、そう、アイシャドウはオレンジです。うん、なんだって。最近友達に、え、ありがとう。友達にありがとう、私をありがとう。あー、りかこちゃん、楽しそうね、一緒に。楽しみ。こんばんは、カイトゥさんだ。ベーコンポテトパイ報告してくれたよ、ありがとう。ちゃんと見てるよ。車めっちゃ汚れてた？やっぱ黄砂やない？黄砂やん。しんいちさん、くもありがとう。 I love you、 ありがとう。今日はミスド行ったよ。ミスドでめっちゃ報告してくれる、みんな。ミミリンのことミミリン食べたよって報告してくれる。すごい、フルーツサンドだ。うん、報告してくれます。今日も癒しです、ありがとう。クマパンさんもいちゃん、ありがとう。抹茶のしね、教えてくれてありがとう。あれ絶対飲むね。あのゴディバのやつと、ゴディバのやつ美味しそう。ミミリンはあの島次郎のキャラクターで、ミミリンっているんだけど、それのあのドーナツ、ミスドに売ってるんですよ、そのパッケージので。それが美味しいんです。うん、配信で生きれる。29日はじめましての話会行きます、ありがとう。楽しもうね、以上に。
そう、アイリン今日もありがとう、来てくれて。こんばんは。ファミオの抹茶のメロンパン、マジ行きたい。ファミオ最近行ってない。はーい、ハート結婚してよろしく、ありがとう。ナチュラル系、そうね、今日はまあなんか割となんか部分的には濃いけど全体的にはなんか薄く見える。気のせい、薄くないか。抹茶食べれるねって、抹茶ね、苦いのとかたまにあるけど、甘いのとかだったらね、いけそうだけどね。タカ結婚してよろしく、ありがとう。ナチュラルに見えるよね、なんでやろう。え、なんで前髪、じゃあ前髪をもうちょっとこう奥の方から取ってくるのはどう。関係ないか。関係ない。京都行きたい、行きたい。オフ感あるね。なんで少女感ない、ないですか。あれかな、 T シャツとかだから。お風呂上がり感ある、まだだよ。コウタロ結婚してよろしく、ありがとう。お風呂上がり感あるか、なんでやろう。全然ですけど、まだ、うん、なんか悩んだ。今日先にお風呂に入るか。ゴマさんハートありがとう。うん、お風呂入ってた。お風呂ね、先入ろうと思ったけどね、悩んで遅くなった。で今に至る。そしてなんか跳ねてる。なんだ今日のライトはね。いや一緒、いつもとちょっと全然ライトの意味ないんじゃないかレベルの微力な光です。あのなんか調節できるけど、あんまり明るすぎると発光しちゃうかなって思って、一番下ぐらいのやつにしてます。そうそうです、ちょっと若干の明かりがいます。うん、お風呂はね、いや好きですよ入るの。だけど上がった後がね苦手。ドライヤーとか、ドラ、あ、髪の毛だ。ドライヤーはね結構ね長いのでね、ちょっと困っちゃいますよね。そうだよ、ハーフツイン。じゃあ片っぽだけ行ってみる。あ、ここにあるよ昨日のピンが。このピンを使えば簡単にそう見えるっていう仕業ね。ドライヤーって手つかれん、めっちゃ。このピン踏んだら終わるよ、テーブルの上置いてる。だからでもさ、このさ、こうやって挟むじゃん。で私はねこれが似合わないんです。だから絶対耳をかけないと似合わない。だからこう、はい、昨日と、あ、デジャブ。昨日と一緒だよこれは。こっちもあるあるけど、なんかデジャブってない？昨日よねこれ。大丈夫そう？でこれ耳かけで結構変わる。なんか変わるよね。なんで変えない？目強さない。マスカラをちゃんとしてないからとかある、若干かも。あ、アイラインがブラウン。待って、非対称説あるけど、なんかこれをね絶対耳かけないと似合わないんだよ。なんかなんだこれは、よくわからんび。てかなんか服と合ってないすぎて。大丈夫そう？え、なんか変じゃない？変だよ。ん？こうすれば大丈夫。でも前髪を整えて、うん。てかなんか薄い前髪、なんだこれは。薄いね。
耳かけるとそう、マジでねこれが似合わないの。なんかあるじゃんこうやってやんないパターン、これこうやってほら似合わなくない？変、絶対こうやってやんないと。でここまあちょっと出すときは、でもちょっとあのさ何もやってないからなんかもう状況やばい感じになっちゃうからね。ね耳出す方がいい。前髪いいのかこれは、薄くないのかちょっとこっちの密度が。映った大丈夫そうって、映るよ大丈夫そう大丈夫そう。2つはできるよ。2つの方が見慣れてるけど、一人でやると、一人でっていうか違う、なんか普段はねこんぐらいの位置が多いかも、これくらい。なんかさレッスンみたいななんかレッスンの子みたい。私わかるしんどい。なんでなんかこれはまあなんか普通になんかなんていうの、普通にまああるけどさ、なんかこうするとさなんかレッスンの休憩って感じ。てかなんかレッスンの時昔なんか結んでいってた時あるよ。なんか2つにする、私ゴムさなんか下に落ちてたの、なぜかわかんないけど、なんで落とした記憶ないけど困った。あでもねちゃんと2個あるんですよ。あたたたた、よいしょ、休憩なんやそう、しかも見てちゃんとゴムちょっと行ってみよう。で真ん中がわからないから適当にやる、まあ、真ん中は見えないからね、なんだってありっていう事案です。てかねこれ可愛いんだよ、マイメロちゃん可愛くない？一応マイメロちゃんの着てるねえ。マジでレッスンだよレッスン、たまにやってたレッスンの時のパジャマではないよ。ちょっと待って、わなんかボヨン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 だけど大丈夫そう。サンリオのチョコさないね、どこに売ってるのあれ、レサも欲しい。サンリオのチョコをさなんかさ食べたい、食べたいっていうかなんていうの、写真とか撮りたい。買って新人アイドルさん感ある、新人アイドルかも私、新人アイドル見て、やばいやばい待って、新人アイドルかもしれないかも、ショールームオーディションやばいね。え待って研究生だ私、なんで落ちた櫛が、なんでだろう、なんかね頑張ります辛辣い。セブンイレブンに売ってる、えちょっと行ってみるね、いそうだよね。なんでだろう、なんでなんで。これから一生懸命頑張ります。やばいよやばいって声変えてるのじゃやばい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 、頑張ります。うん、応援します、ありがとう。初期のさ、初期というか私のコメントのどうやったんやろうか、名前言っちゃいけんか、そっかそっか、どんな感じ。はい、私は79番だった、79番ですちゃんって、え
え、待って、わかんない。79だって言っちゃいけないんだもんね。うーん、あー確かにブラウンでちょっと薄いから。声高い。あ、出身は福岡県です。趣味は YouTube を見たりインスタとかで可愛い子を見ることです。福岡から来ました。飛んできました。何これ、それな。ねえ大丈夫かな。何、あ、まだ飛んでません。福岡です。でもさ、なんかさ、こうやっぱコメントがねないと厳しいかも。初めてだとちょっと、うん。好きな食べ物は、お菓子は大好きです。だけどお寿司とか唐揚げとかが好きです。うん、最初は自分で、うん、なんか結構むずい。なんかね、やっぱ質問とかがあったらそれに答えれるよね。結構今思う、めっちゃ。しおぴちゃんハートいっぱいありがとう。どういう状況ってなるね。そう、本当になんでこうなったんだろう。初心に戻っちゃってるよ。しかもなんかもう斜めってる前が、やだ。グッチさん前髪斜めってるとか嫌なよね。しんど。こう T シャツがねこう見えてないからさ、こうてか、そういう問題じゃないか。 T シャツの時点でそうな、そう見えちゃってるのかな。死んだのかもやないか。うん、なんだろうね、ストレートっていうのもあるかも。ここがっていうのはあるかも。とかまあ全体的にこういうなんかストレート気味っていうのがなんかそういう感じがあるのかな。なんかあとこういう前髪、結構今のさ子たちってみんな薄くない？前髪こんなんじゃない？私はさ前髪はさ重いのが好きだからこうやってやんないけどさ、今時こんぐらい薄くない？みんな絶対無理ね、みんなこんなんだよね。今時の子たちみんなこんな。私無理、耐えれん、こんな薄いの。もうちょっと増やしたいけどなんか出てこない。うん、ね、前髪がちょっと本当に多めがいいのにないですね。困っちゃったよ。もうでも一個今日は薄めですね。なんだこの感じは。本当に高校生くらいで童顔なんですよ私。だからさ、なんか本当になんていうの、なんかね、髪型とかでねめっちゃ変わります。本当に髪型と、あとはまあメイクも変わるかな。変わる。でも髪型が一番わかりやすいかも本当に。あ、触覚はね本当にあのこれをなくすとやばい。重め、そう重めが大好きだよ私は。だから重めなんだよいつも。なんかそれどっか行っちゃったんよ。どこ行った？私の前髪。ちょっとさ今度さちゃんとさ
重めに戻そう、戻すっていうか減らした記憶はないんだけどね。ちょっと減ってる。食い不明なんで旅出ないで、困ったよ。なんでなんでどこ行ったのかな。困る。もうちょっとさ、もうちょっといてよ。長いとこに混ざったのかな。ちょっと待って、一回下ろす。ほらこれぐらいがいい。え、なんか来てる？来てないか。てかりささ、これ自分で切ったからさ、やばいかも。もしかしたらさ、なんていうの、長い、やばいかも。変になっちゃったかも。日によって前髪違う。ねえ、わかる？本当にそう。なんかさ、持ってきた割には少なくない？ほら、なにこれは。そう、自分で着て少ねえ、なんかなっちゃった。そうそう、なんか密度が違うよね。なんかさっきよりは重くなった。前髪のりにするの、ちょっとノリにするけど、なんかノリにな、今はノリではないかも。戻らない。ちょっと増えたかもでも少ないかも。ちょっと幼く見える。多分この髪です。原因はなんだろうね。本当になんかすごい、ちょっと大丈夫そう。なんで？ね、やばくない？大丈夫か？なんかオーディションみたいな。重めがね、そうなのよ。最近なんかこうね、薄いからね。あー、確かにそういうことか。アイドルって言ったらなんかこれ、こういう感じどんな、ちょっとわからんぴ。あー、わさみちゃん好きが増してる、ありがとう。ごまさまさ、前髪はね、オイルはねあんまつけないよ、いつも。まいちゃん、優しくカタン、ありがとう。なんかね、様子がおかしいかも。そうだよ、重めが好きだよ、ありさは。絶対にね。なんかさ、こうなんだろう、何、なんか私服とかでこうたまににするときはなんかそういうのもいいと思うけど、なんかやっぱりこう衣装着てるときとか、なんかそういうときは重めがいい。おまめちゃん結婚してよろしく、ありがとう。なんかしかも最近やっぱみんな結構他のメンバーも薄い前髪が多いくない？割と多いから、なんか私は割とそれみんなよりかは多めの前髪がいいなっていうお気持ちです。はっちゃんとありがとう。うん、そうだよ、パッツン、パッツンだね。そうだよ、こうなんかこういうのが本当はやりたかったんだけどね。私も理想はね、こういういわゆるあのアイドル前髪みたいなのがちょっとやりたかったんだけど、なんか似合わないっていう事案起きてきて。そう、なんか似合わない
変竹林なんかたまにやるのは、まあ本当にたまにやるならいいけどって感じだよね。今ならいけるんかな。いやなんかそう初期にやってた時は本当に変で、なんかでもなんかいいと思ってたんだろうな、多分ていいと思ってたというか、割とその憧れててそういう前髪に。だけどなんか変だったから、結構分けてるメンバーが多いんだよ。とね、なんかやっぱ可愛いよっていうなんか言われることが多くて、結局だからまあなんか長い時とかは分けるのはいいかもね。今日も来ました、ありがとう。今薄いの似合って、そうでもね分かんない、まあそのなんていうの、薄いのは確かにイメージ変わりすぎるから、私はズッキー結婚してよろしく。そう前髪と相談、そっか似合うのかな。でも結構なんだろう、いろんななんかこうなんていうの、薄い前髪の人多いよね。うん、ゆうとお疲れ、しおびちゃんかわいい、ありがとう。そう潜在写真薄め撮ってきて、なんか潜在写真とかはなんかこうフラッシュじゃないけど、そのさやっぱ明かりが強かったりするんだよ、光か光が強かったりとかするとなんかそので重いなって思っても意外となんかそう見えなかった。だからもうなんかこれで例えば撮ったらめっちゃ薄く見えたり、できない、なんかそれなりに重めと前髪とかじゃないとちょっとあの自分ピアさんのやつは重めかも、重めかも、あれは服装とかで変わる、着せ上げてんの逃げな絶対に逃げな、怖い。待って家ごと逃げんのやばい、え怖いねそれは。ちょっとありがとう。あチェリだって気をつけてね、こけないようにね、チャリで気をつけてね、チャリンコ。ありがとう話してくれて。犬と猫どっち派？どっちも同じぐらい。まあ、ないかも、なんかあんまり触れ合う機会なんか、なんだろうね。リサは自転車、マチと結婚してやらし、最近は乗ってないかな、でも乗れるよ全然。なんか全く無理ではないけど、茶色じゃ乗ってた。あとね持ってたよ一輪車、そう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 、あれできない、
マット運動苦手。オーナワは入れるよ。憧れて、危ない、倒立はできないよ。竹馬無理、豊子は絶対危ない。あ、でも小学校のね5年生とか6年生とかまではできてたん、できなくなった。なんか多分いろいろ分かってきたんだと思う、あのね危ないっていうことが。ジョールは怖い、球技は苦手。うん、そうだよ、何でも怖い。悲鳴を上げながらなイメージ。あー、それはあるかも。入るときに「あっ！」って言って。プールは一生懸命、プールは頑張って入って、でもシャワーが苦手。体育はずる休みはしたことないかな。うん、バレーボール、バレーボールはね、普通、なんかめっちゃ無理っていうわけでもないし得意っていうわけでもない、なんか何とも言えない感じ。学校のシャワー痛い、地獄のシャワーね、そう、地獄のシャワーはなんか私なんか普通に男の子とかが言い出して、なんかそういう風になったのかって思ってたら、なんかショールームでね話したらみんな言ってた、みんな地獄のシャワーについて語ってて、っていう共通なことっていうのに。こんばんは。ボール当たって痛いって、なかそう、目にやるの、あ、なんだっけ、なんかあったね。学校のシャワー罰ゲーム、あれやばかったよね、本当にやばかった。しかもなんかさ、そのプールってさ、なんかなんていうの、寒い、なんか若干まだ寒い時期から始まるじゃん。それがもう本当に死ぬかと思ったよね。なんかさ、本当に暑い、早くなんかそう入りたい毎年。なんか毎年ちょっとまだちょっと寒いよなっていう時期に始まるから、プールが。だからもう本当に地獄ですね、本当に。シャワーから始まってもう本当にやばかった。見せてるよね、曇りとかの日も最悪。もうあるもんね、全然なくならないやん。そんな雷とか鳴ってたらちょっとあれだけど、うん、迷路やつは懐かい、痛かった全部。うん、めっちゃ懐かしい、幼い私。本当に、あとさ、なんか泳いだ後の授業の終わった後にまだ授業あるやん、なんか本当にその時間がなんか眠い眠い、なんであんな眠いんかなっていうくらい眠いよね。なんかさ、なんか眠いよね、なんなんだろうあれ。てかめっちゃ疲れるんよ、なんか分からんけど。水って疲れるよね。国語一番嫌いだった、国語。もうお風呂上がりじゃない、お風呂上がり、もう確かにね。でもお風呂上がりはさ、なんか体温が上がってとかあるけどさ、なんか水って疲れない、なんか普通にプライベートでプール行ったとしてもなんか終わった後疲れてる、てかなんか寝て、うん、昭和。一生流れるプールで流れていたい何か何もせんくても流れるから。こんばんは、寝る。よかったかも、1時間目から。なんかね、記憶にない。
カメとかが多かった。3時間目も多いかな。うん、補習とかあるの？やば。それはちょっと寒いかも。雪はなかったかも、さすが。結婚してよろしく。ありがとう。あ、部活で？部活でもそんなあるの？やばいね。とかもあるんか。すごい。すごい、なんか水泳部とかなんかすごいね。なんかさ、本当になんか小学水泳部ってなんか新鮮は中心水泳部新鮮ベルボーヤッホーヤッホー水球部、あ、ごめんごめんノーワード。今日は何時までですか？今日は見て、最近あれ終わってるからゆっくりみんな、うん、チェルチェル のんびり休んでね。みんなも休んでね。チゴ狩り行きたい。いいな、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 いいな。リサも借りたい借りたい借りたいし食べたい。もうなんかやばいと思うよりさ、食べ放題とかねの瞬間見られたらはずい。時間内でしか食べれない。気合で取って食べますね。でも待って、イチゴでも介護になっちゃうかな。焼肉とかなるんだけど、イチゴもなっちゃうかな。介護ぶっかけをたくさん、うんイチゴいける？介護なくてもいけるかな。あ、でも水分か、食べ過ぎるときつい。なんかいちごのさってない、子供の頃確かいちご狩り行ったぐらいで、なんか最近っていうか、ていうか東京に来てさ、いちご狩り行ったことないかも。行きたい。白いちごいいね。いけるいける、全然いけると。あーね、飽きちゃうんか。そっか。あー、どうだろう、リサも飽きるかな。いちご農園行きたい。いちご農園、練乳買ったことない？練乳本当に美味しいよ。練乳は裏切らないって言ってる。元取れない？もうね、あれよ、気合よ。絶対に元を取るぞ、おーっていう気持ちで食べる。食べ物は裏切らないよ。全部美味しい。コアちゃん、ハートいっぱいありがとう。そうだよ、練乳をね。なんかさ、どういう感じかちょっとあんま分かんないけど、なんかなんていうの、お皿かなんかいただくのかな。そこにいただいて、でまあ練乳とかがあったらもうそこにもう大量で、でいちごを取って、もうめっちゃつけて。中期結婚してよろしく。いちごのね食べ放題はあんまやんないから、なんどれくらい食べれる未知だと思う、自分でも。そう、練乳おかわりって言いたいね。水っぽくなる。あー、そっか、練乳ね。確かに、いちごはお腹いっぱいならない。じゃあいけるんじゃない。いちごビュッフェ行きたい、行きたい。終わっちゃうよね、もう。罪なぐらいかけてみたい。わかる、もうなんかさ、大量にね大量にもう
出しまくって、出しまくってつけまくるよもう。やばくない？出しまくってつけまくる、最高にいいよ。うん、そうだよ、たくさんこうやってねつけて。わかんないね、なんか私のわかんないよ。でもさ、なんかでもそんなわかんないね。未知、生クリームと練乳といちごだよ。生クリームいいね、いいな。案外いけなそう。え、なんかえさ、なんかスープをたくさんね、なんか飲んでお腹いっぱいにさせようっていうなんか期間とかをなんか設けるってするじゃ ん、 なんか勝手にリサがなんか普通にね、なんかこうなんていうの、軽いダイエット的な、なんかスープをメインに、なんかご飯とかっていうか、もう本当になんか野菜スープとか作ったりとかして、あの生きたことかで終わっちゃうんだけど、そんな続けることはちょっと不可能だったりもするんだけど、でもなんかその2日とかでもあのなんだろう、いやそれをして、でなんか次の日とかに普通になんかあの食べますとか、いっぱい食べますとか言ったらマジで無理。あのね、多分胃はいつでもかんでも大きいわけじゃないっぽい。だからあのそういうものであのいると、あの本当に意外と最初は確かにお腹すくやん、めっちゃ食べたいとかいう人だからお腹すくからすくんだけど、でもあのなんかなんか分からんけど、多分な馴染むじゃない、馴染むじゃない、馴染むじゃない、何あのなんか慣れてくるんか分からんけど、でもなんかそれでだから、もしそのいちごの食べ放題とか行くと食べれないかもね、そんな予感。胃をその大きくしていけばいけると思う。うん、胃の準備大事かもね結構。そうだよね、やばいよね、なんかさ続かなすぎない、私なんなん食べ放題、なんなんだろう。え、本当にさ、だからさ本当にさ、なんで私はそんなに続かないんだろうって思うよ。無理なんだけど、なんなん、いや、そうだよ、うん、飽きやすいかも、リサ。でもその胃が小さい状態で大食いとかやると、あ、ほら嘘だったねってなる。あの拡張してないから、胃が拡張してないから。だからその瞬間をもし見られたら、もう本当にそんな大食いとか絶対に言うなってなる、絶対言われちゃうから、ほら嘘だったじゃん、食べれないじゃんそんなにってね。てかなんか本当にね、あの限界来ると本当無理、あの限界来るとというか胃を拡張してなくて食べるとマジで無理、あのね本当に無理なんだって思う、すぐね限界を来る、なんかあの本当にもう無理、あのちょっと無理だってなるし、なんかあのな、あの次の日の、え、これは結構リアルにそうだけど、次の日の昼過ぎ夕方ぐらいまでお腹いっぱいになる。マサールハートありがとう。そうだから、え、わかる、でも結局お腹は空くんだよね、絶対お腹は空くから食べるんだよ、食べるんだけどなんかずっと胃にいるって感じ。
そう、食べ過ぎるとね疲れるよ。そう、あ確かに麺とかはねマジですぐ限界突破しちゃうから。うん、そうだよ、ずっといる胃に、胃にっていうか、うん、まだいる。いちご、そうなんだ、マジ。マックのこの間久しぶりにさマック食べて、こう食べた、まだベーコンポテト出てなかった時だった。久しぶりにね、美味しいなってなったよね。わあマックだ、これがマックだっていう気持ち。美味しいポテトも飲んだんだよ、あのねマックフルーリーのオレオ一緒で全部その日に。美味しかった、本当に最高だった。食べ過ぎっていうぐらいに。でもなんかさまだいけたね、この間はもうちょっと食べれたかも。え、何やったっけな、チーズとね照り焼きの入ってるやつ。照り焼きはあんま食べないんだけど、なんか美味しかったです。それしかもセットだ、セットにしたからさ、ポテトもついてるじゃん。そのジュースもあるけど飲んだ。ポテ投げいけるよ。あでもいつも炭酸飲むけど、今日今回はあれにした、なんだっけな、白ぶどう、白ぶどうを飲んだ。白ぶどうにして、でオレオはオレオ、白ぶどう、ソーダではなかった、白ぶどう、白ぶどう。偉すぎ。リサも頑張ろう。じゃあもうしっかり、リサはじゃあうーん、マックはね結構我慢できるんですよ意外と。なんかこうマックをこう通り過ぎるとこにあっても我慢できるんですよね割と。スタバとかも我慢できるんよ割と。なんかお菓子、なんかその自分の家にあるお菓子は我慢できない。あのあるからさ、ちょっとどうしてもあるから。スタバはでもね選べば大丈夫だと思う。飲み物の次第で変わってくると思う。なんかマックはやっぱりこうなんかジャンキーなものってやっぱ思うから、なんかまあ食べるとしたら朝かなとか思うけど、だけどなんかあのスタバは割とね物によってはあのカロリー抑えめでいけるものとかあのあるじゃん割と。だったら大丈夫、いけるなって思う。だけどそのマックとかはね結構やっぱね難しい。朝とかだったらいいかな。そう、無脂肪ミルクとかね、スーパーのアイス買っちゃう。あーでもわかるよ、だって私まだ今アイスはストックはなんかきな粉のやつがあるけど、ピノの抹茶をこの間見つけて買いたいし、あとまだあのパルムのチョコミントも買ってないし、だからあれは買うつもりでいる。でもアイスね、なんかそういう時はねあのねなんだっけな、頑張ってカロリー低めのアイスを食べますとか、あの半分だけとかにして明日半分食べるとか。スタバのメロン、スタバのメロンってさカロリー高いのかな。意外とさフラペチーノでも低い時ある。家にあるとねわかるよ本当に。雪見大福、雪見大福ね、雪見大福1個確かにできる。そうだからね。え、メロンってさあれって無脂肪にできんのかな。そうすると結構変わりそう。289、え全然大丈夫じゃない。なんか私的にはね300後半とかになるとちょっと
あーってなります。思ったより低くない？低いよね。これはいいんじゃん、飲んで。え、無脂肪にいけるかな。でもたまになんか私さ、本当なんかバカだから、なんか無脂肪ってかミルクを使われてるとかちょっと分かんなくなって、これいつも何でもかんでも無脂肪って言っちゃうからさ、そしたらこれはミルクは使ってないって言われる時ある。ごめんなさい、そうでした。でもそっか、じゃあミルクはま使えてないかもね。でもそのまんまか。でも思ったより少ないかも。なら大丈夫。多分この間のスヌーピーはたくもんちょっとチョコだしっていうのでバニラだったしみたいな、あれはあれかなって思いましたね。高いかもって思いました。うん、よりメロンは少ないじゃん。これは飲んでもいいんじゃないかレベルじゃない？ついに。しおぴちゃん、あんたありがとう。ね、いいかもね。でもなんかさ、こう気をつけるよね。スタバをさ、もしまあカロリー高い系統とかだったらさ、昼かに飲んでさ、昼ぐらいに飲んで、こう物によってはさ、フラペチーノとか500カロリーとかある時あるから驚くよね。ちょっとわーってなる。うん、朝飲んでいけるところ、うん、朝はねいいよね。でもさ、でもさ、でもさ、あれだよ、あのなんでこんな話になったのかちょっと分かんなくなっちゃったけど、でもなんかカロリーを見ちゃうよね。でもさ、それがさ全てじゃないって分かってるよって思うよね、やっぱりって思うよ。とっても、うん、カロリーが高いのは間違いなく美味しい。53分、早いね時間。58分になったらじゃあ読もうかな。うん、四国4人で行きたいです。私行ってない、四国。みんな行ってない？行きたい、リサも行きたい、リサも行きたい。何でもカロリー見ちゃう。え、一生見るよりさも。四国行ったことないよ。うどんとかね、やっぱうどんだよね。香川はいいですよね、行きたいです、本当に。うん、四国行きたいな、絶対に行きたいです。みかん狩り、あーいいね。愛媛いいな、愛媛も行きたい。行けそうじゃない、結構。うどん巡りしたい、したい。うん、きついか、関東から脱出できない。なんかね、でも結構やっぱさ、旅行はもう本当になんか食べ物をメインでさ行っちゃうことが多いかも。なんでもなんか旅行はもうさ、食べ物のことしか考えてないか、絶対。なんか観光地っていう、そのやっぱなんかね、三重とか、三重県だとまた別なんか有名のあるじゃん、まあ、そこもまあ行きたいけど、やっぱなんか一番はなんかその食べ物がね、食、松阪牛食べたいかなって思います。やっぱそこでしかそう食べられないっていうのもあるし、そう、あとは肉のいいね、食はね、いいね。やば、そうなの、松阪牛いいな。肉海鮮、うわ美味しそう、美味しそう。そうだね、だから本当にそう、メインは食、ラッキーピエロ一
人目がいて、行ったこともちろんないんだけど気になる。美味しそうだよね。ちょっとその土地でね、いいな。まあもちろんね、観光もねしたいです。それはやっぱ有名な地名のとことかはね行きたいですけど、でもやっぱ食は優勝だねだから本当に食べ物のことしか考えてないね、いつもあの旅行とか行くとき。ここの何々が見たいとか本当にないかも。いや、あるか、あるよ多分。なんだろうな、有名なとこの地名とか行きたいけど。あ、出雲大社ね、確かに行ってみたいかも。そのなんとかの神様とかね、なんかいらっしゃるところはちょっと行きたいかも。なんかいろんな神様が集まってるところとか行きたいです、とっても。でやっぱそうお参りができるよね。島いいね、島。そうだから、そうなんよ、系だからいいね、綺麗な海。え、縁の神様なんだ。そうなんだ、いいね。うん、パワースポットみたいなとこ行きたい。なんかその本当にそうの地名のパワースポット行って、なんかいっぱい力とかもらって、で美味しいのを食べまくって帰るっていう感じですか。いいね、とっても最高です。松坂牛を食べた時伊勢神宮、ゆりとしおこか、いいな。伊勢神宮もみんな行ってんじゃんね。誰か一緒に行ってくれないか、誰か一緒に行ってくれないかな、リサと。でもみんなは来てくれるのやすし、イコラフの4人で、いやそれ行きたいよ、一緒に行ってほしいよ、それは。あ、アンナ、ひとみ、いおり、エリサで行きたいよ、お願い。伊豆州、伊豆懐かしいな、伊豆懐かしい。23時だよ、ありがとう。じゃあランキングを見たいと思う。触り放題やばい、確かに、確かに触り放題かも、いいね。電車とかさ、隣に座ってほしい隣に座ってほしいっていう感じですか。隣に座ってほしいで終わっちゃった。隣に座ってほしい、でもそれも旅のやっぱ楽しみだと思う。その常にさ、長期間長時間なんか電車に乗ることとかあんまない、いいよってお願いします。うん、ずっと一緒にいれるからね、特権がある。やったって感じですか。まあね、ちょっと誰かと行かないと私はあの寂しいので、一人だとなんか悲しくなっちゃうからさ、なんか一人で。あとなんか誰かと共有したいなっていう感情に芽生えて、なんかもったいないと思っちゃうのかな、その景色を見て。これ誰かもう一緒に見たいとか、美味しいの食べた時もこれ誰かと一緒にこの食べたいとか、感情を分かち合いたいとか思うのかな、多分思うっぽい、分かんないけど。うん、だからね、私は優柔不断じゃなくて、優柔不断だし若干の方向音痴があるから大変だけど、私と行く人は。だけどまあそう、私とまあ行く人はね、あのなんていうの、そういうあのまあいっぱいあのたくさん触ってもいいよっていう方がいいねあとはやっぱ仏、そう、許してもらう仏じゃないとダメかもっていうところはある。そうだよ、そこだよ。だってさ、あのさ、旅行とか行くときにさ、例えばね、なんかその
並んで歩くじゃん、やっぱ2人とかで行くとこうやって並ぶじゃん。だからさ、必然的にさ、こうなんていうの、触りたくなっちゃうんよ、どうしても。だからさ、それもいいよっていうさ、逃げないでもらって、そうもらう方がいいかな。でもそのイコラフの4人、プラ、あ、アンナもいる、プラスアンナ、アンナとひとみとイオリと私だと割とみんな許してくれる方たちと思ってるから、ちょっとみんな受け入れてくれてるかな。本当に行きたいです。みんな仏です。はい旅行先ではてか逆にそれ旅行先だからこそじゃない？だって一緒にさ、あの何、お泊まりとかもしないから本当に。だからさ、それはそうだよ、よくない？そうだよ、だからね、お願いしますって。寝る時とかもね、あのくっつきたいから、私はだからやっぱ許してくれほしい。うん、夏は楽しみって感じですよ本当に。でも実際にあのいおりと隣で一緒に寝た時は、寝た時も私は絶対に触ってたよ、絶対に。でも何もでも多分何も別にあのちゃんと受け入れてくれてるから多分大丈夫、うん、です。そうだよ、なのでそういう感じで行きたいなっていう、それも込みでの旅ができたらいいなって。私は結構寝てる時とかはやっぱりなんか腕が触りたくなっちゃうかな、腕は多いかも、うん、です。あ、無意識ではない、一応意識はある、意識はあります。そうだよ、よりは嬉しいって思ってると思ってるからこれ本当に勝手な、どうしよう、自意識過剰でさ、嬉しいとかなんか別に思ってないかもしれない、でも多分思ってくれてるよねっていう感じはあったよ。だから意識はあるから、そうそう、だからそのちょうど一緒の部屋で泊まりたい、しかも部屋で泊まってもう楽しめたらいいなっていう気持ちです。逆にイオリから触られたら、私ね、私あの本当にあのなんていうの、腰なんていうの、こなんていうんですか、あれくすぐられてるわけじゃないし、くすぐってはないんだけど、なんか私はあの何でもくすぐったくなっちゃうからダメなんですよ本当に、気抜かないで。そうだからなんか私はねそういうのにも弱いから、多分別に多分大丈夫なんだけど、触られても大丈夫なんだけど、なんか本当にね弱いの、めっちゃめっちゃ弱すぎてやばいから、みんなが強い、みんなは強いです、ね、やばいよ、何の話って感じ。でもめっちゃ弱いから、弱いからね気をつけないと。私はもう笑って、笑いが止まらない。ベッドも一緒がいい、一緒がいい、あの一つのベッドに絶対嫌だよねみんな、一つのベッドに、あのなんか私のベッドがセミダブルなんですけど今、それに二人で寝てもちょうどよかったんですよ全然。だからそんな感じでもいいかも、うん、
そういう感じ。あ、でも布団もいいな。布団も良くない？なんかそのベッドもいいけどさ、なんかその布団敷いて寝るっていうのも楽しそう。いいね、絶対やるね。今年なんか実現できたら。もう弱い、本当に弱いの、全部ね、腰弱いから。よくない？めっちゃ楽しそう。いいね大丈夫そうって感じだけど、でもそれも含めての旅ができたらいいなって思います。うん、なので深夜のラジオじゃないよ今ゆうりとの旅、やばいかも。私ゆうりとの旅するとね、多分ずっとね、ずっと触ってると思うよ、腕とか。やばいかも、大丈夫ってぐらいだから。笑そういうもしシーンがあったら笑わないでね。普段はこうなんだっていう気持ちでって感じです。うん、そうだよね。もう大丈夫そうっていう感じであれだけど、まあそういう感じでした。終わり方が大丈夫っていう事案になってきたけど、でも今年中にね、なんか旅できたらいいなって思います。でも誰かとね、ひっついていきたいと思いますので、ちょっとまあそうね、なんかだいぶまあコロナさんも落ち着いてきたんじゃないかなって思ってるので、なんか行けたらいいなっていう気持ちです。もし行った際は報告したいと思います。はい、じゃあちょっと遅くなったのでランキングを見ます。はい、13位チェル、12位コアちゃん、11位ユート、10位ゴマサバさん、9位ゴマさん、8位しんいちさん、7位がリクト、6位しおぴちゃん、5位ざんまいちゃん、4位まっちゃん、3位染蔵さん、2位あきららさん、1位がおまめちゃんでした。おまめちゃん、はじめましてが決まったタワーもありがとう。早く直接会えるのを楽しみにしてます。リサもなので一緒に楽しもうね。ありがとうございました。今日も配信を見てくださりありがとうございます。いろんなお話ができて嬉しかったです。またお話をしたいと思います。ということで、私はそうですね、今からお風呂に入りたいと思います。皆さんもゆっくり休んでください。明日は金曜日だね。明日は金曜日だよ、花金だね。金曜日共に頑張ろうね、一緒に。うん、ありがとうございました。監視はずっとしてるから、あの年中無休監視はしてるから、いっぱい送ってね。これからも見るし、今日も見に行くね。はい、じゃあみんなもゆっくり休んでください。送ってね、みんな報告たくさん送ってくれてありがとう。また見たいと思います。またね、バイバーイ。